はいどうもこんにちは、翔平です。2021年年末100万円爆買い企画チリーン。毎年恒例やってる年末僕が散財をするっていう企画やってたんですけども、2021年だけこの企画やっておりませんでした。そして今現在撮影日が2022年5月19日の、14時33分でございます。はい、なぜこのタイミングかと言いますと、2つほど理由がございます。まず1つ目が予約商品でございました。はい、自分で言うのもあれなんですけども、本当に物欲がなくて、今年の散財企画何にしようかなって考えた時に、ふとこう2つほどこれ欲しいなって思ったもの、2つとも予約しないと購入できない商品だったんですね。それが1つ目の理由と、もう2つ目の理由が、その予約した商品2つとも年内に購入することができなかったんですよ。とてもね、人気な商品で、1個が1ヶ月ちょっと、もう二つ目がちょうど半年かかりました。本当に伝説級の超レアなアイテムをね、入手できたので、早速お見せしていくんですけども、今回なんと2点で100万円になりました。ありがとうございます。まずはですね、もう本当にこういうね、毎回毎年年末の散財企画できるのも、こうやってね、見てくださってる視聴者さんが応援してくださるおかげあっての、企画だと思いますので、本当にこの場をお借りしてお礼をさせていただきたいと思います。本当にいつも応援のほどありがとうございます。はい、ということで、その商品早速持っていきたいと思います。はい、じゃ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 ーん。なんとこちら MacBook とエルメスでございます。この組み合わせ見るとですね、皆さん、こっちがね、MacBook Apple だから、こっちもね、その Apple のエルメスとコラボの Apple Watch なんじゃないかと、このサイズ感見て思う方いらっしゃるかと思うんですけども、違うんです。これもこれですごい買い物だったんですけども、先ほど言ったね、半年待った、こちらがですね、本当に伝説級に超レアアイテム入手しましたので、早速レビューしていきたいと思うんですけども、まずこっちの商品が1月末だか2月頭ぐらいに商品が届いて、もうそっからですね、もうそっから4、5ヶ月ぐらい経っておりまして、これもう実際に僕使ってるんですけども、届いた瞬間に開封した動画があるので、過去の自分になるんですけども、開封動画、後ほどお見せしたいと思います。まあ、まずはね、皆さん多分こっちの方が気になってるかと思うので、こちらの商品から早速開封していきたいと思います。それでは早速開けていきたいと思います。よいしょ。うーわー、すごい。僕自分で買うのは初エルメスなんですよ。なんか今までいただいたりとかそういったのならあるんですけども、自分で買うのは初めてで、すっごいもう箱高級感あって素敵です。でちゃんとここに2022年って書いておりますね。そう、こういうなんかブランドもの紹介すると、いつもコメントでそれ中古品だろうとかすごいね、突っ込まれたり疑われたりするので、ちゃんと今日はね、新品で自分で予約して買ったっていう証拠がたくさんあるので、そちらもちょっと兼ねてね、紹介していきたいと思います。それでは開封していきたいと思います。よいしょ。なんかちょっとほどくのエロいね。やべ、緊張する。それじゃあいきます。せーの。うーわー、あー、おー、危ない、落ちるとこだった。かっこよ。やばいです、この輝き。うーわ、渋すぎる。すみません、取り乱しました。やばいこれ。はい、ということでこちら銀座エルメスさんで、ほんと先ほど購入しました。はい、ちゃんと日付、今日の日付ですね、2022年5月19日でございます。かっこよすぎる、激渋。はい、それじゃあ早速つけていきたいと思います。これ本当はお店で一回目の前で開封してもらって、これ、ね、一応試着したんですけども、その前にこれ取らないとね。そう、最近はね、こういう小ぶりなアクセサリーが好きでね、ずっとこういうちっちゃいのつけてたんですけども、久々にこんなゴツめのアクセサリーを買いました。でそのスタッフさんに教えてもらったんですけど、これのねつけ方がね結構難しくてね、このチェーンごとこう通して、あ、いけたいけた。おーおー、ぴっ
ったりですね。で、僕が買ったサイズが MM サイズでございます。エルメスの商品ってサイズ展開がいろいろありまして、一番小さいのからで言うと TPM、PM、MM、GM、TGM というサイズ展開がありまして、で、僕はPM か MM で迷ってて、で、本当は PM 買おうと思ってたんですけども、半年前ですね、11月お店行ってジュエリーに詳しいスタッフの方にいろいろご相談して、で、 PM で考えてるんですけどもって言ったら、僕のこの首のサイズとこの感じだと MM の方が合うと思いますよって言われて、僕は MM にしました。で、半年前に予約した証拠もちゃんとあります。あ、そう、お値段ですね。お値段が合計で291,500円でございます。アクセサリーにこんなお金使ったの初めてですよ。はい、こちらが領収書でございますね。ちゃんと5月19日になっております。で、これすごい面白いのが、その半年前予約した時に前金として半額のお値段、その予約する時にお金払わないといけないんですよ。なので僕この半年間この商品手にしてないのに、半分の金額だけを払った状態でずっと半年間過ごしてて、多分ね、転売防止とかそういうのだと思うんですけど、すごいね、なんか商品ないのに15万ぐらいの金額払った状態でね、変な感じはしたんですけども。で、その半年前に払ったやつがこれですね。はい、11月の12日に予約しに行きましたね。で、その時払ったのが128,500円と、はい、しっかりクレジットの明細もございます。ちゃんとこちらに翔平っていう字もね、書いてあるかと思います。金額も128,500円ね。まあ、ここまでお見せしてればさすがにね、信用してもらえるかと思います。で、今つけた感じはね、結構最初に持った時ずっしりきたんだけど、あんまね、つけてる感じそんな違和感ないですよ。なんかゴローズの方がなんかぶら下がってるからすごい肩に負担がかかったんですけど、で、これ半分の金額なんだけど29万1500円、なんかね、確かシェーヌダンクルって値上がりしただかなんだかでなんかちょっと高くなってるような気がする。で、いろいろなんかスタッフの方が教えてくださって、で、今日買いに行ったこれにもちゃんとなんかシリアルナンバーの証明がこうやって書いてあるのと、で、シルバーのお手入れの話をいろいろこう聞いてたら、なんかそのなんかエルメスのジュエリーみたいな感じでお手入れの仕方のなんか説明書みたいなのをいただきました。で、僕がなんでこのシェーヌダンクルの MM のこのネックレスにしたかっていうと、もちろんね、ブレスレットもすごい流行っててかっこいいなって思うんだけども、あれもやっぱり半年とか1年ぐらい待つみたいで、で、店舗によると確かなんか新宿とかの高島屋って言ったかな、あっちだと 2、3ヶ月で買えたっていう情報もあったりするんですけども、表参道、原宿、青山あたりのあそこら辺を歩いてるとですね、結構そのシェーヌダンクルのブレスレットをつけた美容師さんめっちゃ多いんですよ。なんか本物か偽物かは僕はちょっと分かんないんですけども、すごいやっぱ見かけることが多くて、あ、かっこよくて欲しいけど、でもこう街で見るからなと思って、それでネックレスつけてる人は全然いないなと思って、ネックレスの方が倍ぐらいね、値段高いんだけど、でもやっぱこのデザイン欲しいなと思って僕はネックレスにしました。で、店舗が先ほどもお見せしたこのエルメスの銀座店なんですけども、このね、銀座店で買いたかったんですよ。なんでかっていうと、あの先輩の寺村さんにエルメスの道っていう本を借りた時に、すっごいあの建物の歴史がすごいんですよ。本読んだ方なら知ってると思うんだけど、すごいね、歴史があって、あの建物を建ったこと自体もすごい奇跡で、なんかね、そこで一回買い物してみたいなってあの本読んでから思っちゃって、それでね、なんか他の店舗の方が予約したら早いとかいろいろ情報あったんだけど、あそこで買い物したいなって思っちゃって、で、あえてその店舗お店で予約して購入しました。いや、すごいね、なんか本読んでからがね、あそこ行けたのがすごいなんか個人的に感動しました。はい、ということで、こちらシェーヌダンクルネックレス MM サイズ約30万円の買い物でございました。ということでですね、こちらの MacBook、 次はこちらの開封シーンをお見せするんですけども、なんとこちらですね、瀬戸康史さんと同じ MAX スペックで買っております。その時の購入当初の興奮気味の、年始あたりの僕の開封動画、今からお見せしますので、どうぞ。ついに、ついにやっと届きました MacBook。 12月のクリスマス頃注文して、現在1月末です。1ヶ月ぐらいかかりましたね。早速開けていきます。きたー、 MacBook Pro。 はい、こちら MacBook Pro 14インチ M1 Max フルスペックでございます。後ほどお値段解説していきます。久々だね、この開ける瞬間。いきます。
ペロ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 。うーわ。なんかでも注文してから1ヶ月経つとあんま買った感出ないね。うん。はい、アップルのビニール袋ね。いくら僕がね、あの瀬戸さん信者といえどね、あの後ろに映ってる椅子も瀬戸さんの動画見てね、20万円のやつ買ったんですけども、さすがの僕でもね、このビニール袋食べることはできない。おおおおおおおいしい。この動画大丈夫？じゃあ行きます。おお、ついに来ました。あー軽っ。やっぱ14インチ軽いわ。僕が今まで使ってた MacBook、 これが15インチの MacBook Pro、 ちょっと汚れちゃってるんですけど、これが2015年、僕が美容師1年目の時に買って、当時フルスペックで30万円で買いました。もう貯金をね、全額使って買いましたね。かっこいい。この新品キラッキラのね、1インチ違うだけで全然大きさ変わりますね。で、同じシルバーのお色にしました。はい、ここから僕が買った MacBook Pro の M1 Max の価格をお見せしたいと思います。はい、まずこちらですね。僕が選んだのは10コア16コア GPU、 こちらを選びました。これの、スペースグレーではなくシルバーですね。はい、これをまず選択しまして、もうこの状態で、初期の状態でこれもう29万9800円ですからね。僕が6年前に買った当時マックススペックの MacBook Pro 15インチのフルスペックで30万円しましたからね。今回14インチの MacBook Pro 吊るしモデルで30万円しますからね。すごい進化ですよね。はい。で、こちら、スペックなんですけども、あの、瀬戸さんのね、動画でもまあ、説明してたかとは思うんですけども、僕もあのアップル信者なので、はい、スペックがどうのこうのっていうよりも、あのとにかく一番下を押します。はい、一番下を選んでください。あの自分に見合うスペックがどうのとか、あの正直分かんないんですよ。あの10コアとか32コア、ネウラルエンジン搭載マップル、美容師の僕全然分かんないんで、とにかく一番下を押します。はい。で、まあメモリもね、これまあ32ぐらいあればいいのかなと思うんですけども、まあとりあえず下を押しましょう。この時点で43万円ですから。で、さらにストレージね。ストレージはわかります。まあ、どれぐらいのね、容量をこう保存できるかなんですけども。まあ、2テラとか1テラぐらいあれば十分かなと思うんですけども、あの、一番下のね、24万2千円。ストレージだけで24万円するんですけども、とにかく下を押します。はい。この時点で、これでなんと、67万3800円でございます。はい。で、インスタのストーリーでも言ったんですけど、僕今年ねちょっと歌の方もね、趣味で始めようかなっていうので、このねロジックプロってやつが、歌とかね音楽の編集する編集ソフトなんで、これもね今回買おうと思ってこちらを選択しました。バッグに追加すると、はい、こちらです。69万7800円になりました。70万のパソコンですよ。はい、こんなちっちゃいのが70万ですからね。しかもこれ置き配されてましたからね。びっくりするよ。70万ポンって置かれてんだもんね。さすがにね、まあセキュリティしっかりしてんだと思うけど、ちょっと不安だよね。で、本当に当時ね、これ美容師1年目の時に買ったこの MacBook Pro 15インチモデル、貯金をね、ほぼほぼ全部使って買ったわけなんですけども、まあ、やっぱ美容師1年目っていうとさ、やっぱりこう周りのね、人たちがみんな服とか、アクセサリーとか、そういうね、ファッションにみんなやっぱお給料使って、運ですよ。で、その中で僕ね、ファッションとか全然興味なかったっていうのもあって、もう先輩とかからダセーダセーとか言われてたんですけども、それでもなんかあんまりこうファッションとかそんなお金かけたいとか思うタイプじゃなかったし、で、当時自分に必要なもの、一番必要なものって言ったら、まあ服とか、まああとはね、ハサミとか美容師の仕事道具っていうよりも、動画を作る環境をもっとしっかりしたいなっていうことで、周りからね、あの考えられないような買い物をしたわけなんですけども、今まではね、ほとんど僕の動画はこれで編集しました。過去にですね、あの iMac 買ったりとか MacBook Pro 買ったりとかっていう動画実はあったりしたんですけども、 SD スロットを対応してなかったりとか、あとバグが多すぎて結局あれ返品しちゃったんですね。で、 iMac も結局家でしかあれ仕事できないので、僕美容師の仕事もあって外出することが多かったので、あんまり iMac 使う機会がなかったっていうのと、で、これから YouTube やりたいっていう友達が周りにいたので、まあ譲ってというか売ってあげて、で、結局ね、
僕が使ってるのはずっとこの1年目の時に買った MacBook Pro、 これで、まあ、今までねこの 4K の動画とかもねずっとねこいつで頑張ってもらってました。もうねバッテリーとかもなんか 60% ぐらいになると切れちゃうんだよね。そう 60% あるのに切れちゃったりとか、あとはこれ見て、もう持ち歩きするからかなんですけど、バッテリーのケーブルのところこれねもう剥がれてきちゃったりとか、これねワンチャン火事になりそうなぐらいの勢いなんですけども、これでねずっと頑張ってくれてました。ほんと僕の今のねあの編集環境には十分ぐらいのスペックかもしれないんですけども、これもねまた将来の自分への投資だと思って70万円かけました、ということでね、あの本当にもう約6年間お疲れ様でしたということで、今日からこれにねお引越しして頑張っていきたいと思います。これからよろしくお願いします。はい、ということでいかがだったでしょうか。とにかくアップル信者はね一番下の欄を選んでね、あのそれを買うっていうだけなので、はい、そしたらね70万近くになりましたっていうことなんだけど、本当にねこれ使ってからめちゃくちゃ快適になりました。本当ねこれも超大きな買い物だったんだけど、本当買ってよかったです。めちゃくちゃ仕事しやすくなりました。はい、はい、ということで僕の爆買い散財企画いかがだったでしょうか。ちょっと予約商品なだけにあの半年遅れてしまったんですけども、また半年後年末の爆買い企画やるのかって考えるとものすごい恐ろしいんですけども、まあね赤字にならなければ今年もねあの頑張ってね100万円分ぐらい散財したいなと思っております。はい、ということで、この動画面白かったらぜひ高評価コメントチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。本当にかっこいい、嬉しい。